こんにちは、ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますレンズは、ハッセルブラッド用のレンズ、カールツァイスゾナー 150mmF4 黒強度 C タイプレンズになります。はい、ご覧の通り、フォーカシングハンドルと前後キャップ、それと、スカイライトフィルター付きですね。はい、では外観から見ていきます。外観はご覧の通り大変綺麗ですね。黒強度、こういったバレルの部分が傷つきやすかったりするんですけれども、この個体は大変綺麗ですね。ご覧の通り、この、センターのバイオネット部分も塗装の間もなく綺麗ですよね。全体的に擦れ傷、当たりへこみ、文字のかすれなど見られず大変美品ですね。はい、ご覧の通りです。はい、レンズも前玉、後ろ玉ともに大変綺麗で、擦れ傷や引っかき傷、点傷、コーティングの剥離、コーティングの穴も全く見られないですね。中玉にも曇りカビ、バルサム切れ、ゴミ尻の混入も全く見られないですね。非常に綺麗な抜けのいいレンズになっております。はい、まあ、ほんのちっちゃい細かいチリが入っているかもしれませんけれども、もちろん撮影された映像には全く影響のないものですので、ご安心くださいませ。はい、いいですね。はい、プレビューも軽くバッチリ効いてますね。はい、はい、絞りのこのリングも軽く動作してまして、泣きがあったり動きにくかったりしないですね。ピントリングももちろん、動きムラには泣きなどなく軽く動作してますね。はい、はい、フォーカシングハンドルはこちらのネジで取り外しも可能ですね。はい、このままつけたまま、お譲りいたします。はい、では、シャッターのチェックに行きたいと思います。では低速からチェックしていきますね。低速の1秒からいきます。はい、1秒いいですね。はい、そして1秒が切れているのがお分かりいただけますね。次が2分の1秒ですね。はい、2分の1秒も安定して刻んでおります。はい、いいですね。次が4分の1秒。はい、4分の1秒もいいですね。安定して正確に刻んでます。はい、低速シャッターに、シャッターの遅れや粘りなどないのがお分かりいただけますね。次が中速の60分の1秒です。60分の1秒もいいですね。中速シャッターも問題なく、バッチリと切れております。はい、最後に、500分の1秒、高速シャッターですね。こちらももちろん問題なくバッチリ切れます、はい、ということで、外観、レンズ、光学、シャッターともに全く問題のないレンズですね。はい、付属品がこの通り前後キャップですね。それとこちらの天候のスカイライトフィルターがお付けしますね。こちらがですね、スカイライトフィルターはややちょっとビデオで見にくいかもしれませんけども、薄くマゼンタが入ってますので、モノクロにご使用ください。カラーにご使用いただくと薄くあの画面がマゼンタになっちゃいますね。はい、はい、とご覧のこのセットでお譲りいたします。ということで、大変状態のいいですね、ハッセルブラッド用のレンズ、カールツァイスゾナー 150mm 黒強度 C タイプレンズ、フォーカシングハンドルと前後キャップ、スカイライトフィルター付きになります。大変状態のいいレアなレンズになりますので、ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。